松井裕樹、カージナルスと極秘交渉済みと現地報道わらわら。カージナルスか。名門やん、最近あんま強くないけど。セントルイス決定ならまたナリーグやん。ナリーグの日本人メジャーリーガー増えるな。いくらの契約になるんやろな。絶対メジャー級苦労するやろ。 WBC でもあのありさまやし。ナリーグ増えてきたな。鈴木と松井だと母数全然違うのに松井のメジャー率高すぎやろ。カージナルスってあんま日本人とらんよな。球団社長がヌートバーが人気出たし、山本みたいな大物は厳しいけど、日本人選手はこれからは積極的に取りたいって言ってたぜ。楽天から脱出成功しててくさ。ヌートバーと同じチームか。そういやメジャー行くんやったな、忘れてたわ。投球テンポクソ悪いのにピクロック大丈夫なんか。ボールが馴染まず濃厚になると思う。本当にメジャー行くの？開幕戦ドジャスタやん、偉いことになるで。お前らが全然興味ないのくさ。そういやメジャー行くんだったな、楽天やばくね。七日か地味なとこやん。強いチームが一つもないリーグ。正直活躍してる未来が見えない。カージナルスって地味やな。松井は通用しないやろ、球が合わないし。今こそ楽天を救えよ。マジでお前らが興味ないのくさ。楽天脱出確定な。今年新球のフォークで無双してたし、地味に活躍しそう。実際に投げてみるまで成功するかどうかわからんから、投手のメジャー挑戦はワクワクするわね。いいじゃん、いい感じでばらけてくれ。カージナルスはジャリエルも狙ってるらしい。ボール合わんのにマジで行くのか。所詮クローザーだからな、バント職人みたいなもんで隙間産業で光ってるだけでしょ。カージナルスって過去に日本人選手おったっけ？松井裕樹が初？田淵。